秘密なの。武道館にまた来い。お供業界を支援してまた出てないよ。一泊水地また行って見えるかな。閻魔武道会、横取りは好きなんだけど閻魔武道会はな、この前の鬼太郎みたいな、まあ、チャレンジモードは嫌だな。妖怪とチームメダルセット。このメダルでよろしいです。鬼太郎の効果なくなったんだよ。効果がなくなったな。七福神がすごくて、七の七福神、今回ヨーデルセンはなんかどうやらエンブレムじゃなくて宝箱からまれに出るだから魔術使いだよ。本当に同じだな。もしかしたらエンブレムでいけんかな。おクリスタルシニャンとキージマニャンゴールドとドンドロ、あと、まあ、なんかクルクニみたいにあれになったな。なんかパスになったな。これゾンビーだな。おすすめはトレジャーモブなんだよ。トースチャレンジでいるね、エンマブレード。あとエンマブレード行くか。こいつらは変わってない。変わってなさそうだな。前回は G だったらみんな SS レアだったんだけど、早速電撃持ちないんだよな。電撃強いんだよな。あ、エスレード。いいな。エスレードだったらね、そんなに気にする人ないよ。多分これ5回倒さないと止まらない。とにかく水地初利用だね。水地回復なんだよ。
必殺たまりやすいな。ドカードを使う3つ目ラストで耐性がある。ドー瞬間テンポスラッシュ発動ファンタスティック。もうすぐ SF だよ。3000か、結構やべえな。これは本気なんだ。でも必殺も全然クイズももっと強いんだもんね。コインゲット期待してるから
天狗11段だったな。マジで今回馬車いいんじゃないの。前回 S 全然出なかったよね。Thank you.